トランク、トラック、もっと気持ち、もっと気、もっと気、もっと、もっと、もっと気持ち、スケース、スケ、スケ、スケ国、スケ、スケ。さあ、ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。イエイ、モモタルの話を読もうと思ってます。実はね、モモタルはね、読んだことがない。読んだことがない、ちゃんと読んだことがなくて、桃太郎って言われたら au の CM しか出てない、そのイメージが、その桃太郎しかわからないから、本当の桃太郎の話を読んでみたいと思いますが、皆さんのコメントは、まあ、大体全然理解ができるけど、結構ね、漢字が下手って言われた、言われてる、なんかスタッフさんってさ、もう難しい漢字が入れてしまってたからさ、ふりがなとか減ってなくてさ、あんまり笑うなね、お前あんまり笑うなね。はい。恥ずかしいね。恥ずかしい、もう学校の時代が思い出すから超恥ずかしい。はい、いきますね。昔昔、あるところにおじいさんにおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯してると、ドランク、ドラッグ、トンブラコと大きなものが流れきました。おや、これは良いお土産になるわ。お土産じゃねえでしょ。はい。おばあさんは大きな桃を拾い上げて家に持ち帰りました。あ、私も持ち帰りたいんですね、その時。そして、おじいさんとおばあさんが桃を食べようと桃を切ってみると、なんと中からもっと気持ち、もっと気、もっと気、もっともっともっと気持ち、もっと彼氏、もっと気持ち、ちょっといい男の赤ちゃんが飛び出してきました。何の話なんだろうこれ、やべえよ、こっち桃から生まれてるの、子供かしくねえって。これはきっと神様がくださったに違いない、間違いないということかな。子供のいなかったおじいさんとおばあさんは大喜びです。桃から生まれた男の子のおじいさんとおばあさんは桃太郎と名前つけました。桃太郎はスケース、スケ、スケ、スケ国、ス、ス、またかたか、スケ、スケ、スケスケ、何の意味なんだろう。スケスケを、スケスケ、習って、思って、習って、やがて強い男になりました。そして、ある日、桃太郎が言いました。僕、鬼ヶ島へ行って悪い悪魔、魂、悪魔、どっち、あれも鬼、あ、鬼の鬼だね、それは。鬼を払ってきます、払ってします。おばあさんにキビおばあさんにキビお団子を作ってもらおうと、お団子を作ってもらおうと、鬼ヶ島へ出かけました。旅の途中で犬に出会いました。桃太郎さん、どこへ行くんですか鬼ヶ島鬼ヶ島鬼を倒しに行くんだって。それではお腹につけきびお団子一つをひとつくダサいな、おともしますよ。犬はきびお団子をもらい、桃太郎の重になりました。そして今度は猿に出会いました。すげえね、ジャングル合うよね、桃太郎さん。はい、桃太郎さん、どこへ行くんですか、
鬼ヶ島兄を倒しに行くんだ。それではお腹につく日お団子一つくださいな。お供しますよ。またかよ。そして今度はキチンキジンに会いました。キチンキチンキジ桃太郎さん、どこに行くんですか。いつもこの質問しかねえや鬼ヶ島俺を楽しに行くんだ。それではお腹をつけたびお団子一つくださいな。お供しますよ。またかお団子なくなりますよ桃太郎、うん、こうして犬猿キジの仲間を手に入れた、桃太郎はついに鬼ヶ島へやってきました。鬼ヶ島は鬼たちが近くの村から盗んだ宝物やごちそうを並べてお酒盛り上がりの満足中だった。みんな抜かれ、抜かれないよ、それかかれって。犬は鬼をお尻に髪をつき、猿は鬼の背中をひっかき、キジはくちばしてで鬼の目をつつきました。そして桃太郎も、切る力を振りまかして犬暴れです。とうとう鬼のホイヤーが参った、コウさんだ、つけてくれと手をついて謝りました。桃太郎と犬と猿とキジは鬼から取り上げて宝物を車に積んで元気よく家に帰りました。おじいさんとおばあさんは桃太郎の無事な祭り無事な健康を見て大好評喜びです。そして3人は、お宝物のおかげで幸せくらいしましたとさ。おしまい。やめ長かった。あー、私はね、少しだけがちょっとわからなかったんですけど、結局まずは桃太郎は人間なんですけど、大きな桃から出てしまった子供ですよね。でおじいさんとおばあさんが桃が食べられなくて、でなんでわかんないけど桃太郎は急に鬼を倒しに行きたい。なんかこれを読みながらすげえドロドロの京子がずっと流れた腹の中で。鬼を倒しに行くんだって言って、おばあさんが作ってたお団子をあげて、全部なくなってもみんなと仲良くして、その動物たちと仲良くしたら、やっぱりそういう危険な時があった時は手伝ってもらった、鬼を倒すのは手伝ってもらったから無事で大喜び、プラスはお宝物をもらって、で友達も作ったという話ですよね。おー、かわいい、かわいい。だから、食べるの方が友達の方が大事？絶対意味が違う気がするんだけど。笑わないでくれ。漢字読むだけの久しぶりすぎるよ。ということで、まあ、なんとなく読んでたんだけど、もうちょっと練習した方がいいかなって思った自分が。そうだね。これからいっぱい日本の可愛い話っていうか子供系を読みたいなと思います。いつも、みんなはコメントで日本語上手ですよねって言われてるのは本当超嬉しいんだけど、ちょっと日本のことがちょっとまだまだかなって思って、これからもっと勉強したいなって思います。では、今日の動画これだけです。いいねをしてもらって、で、よかったらコメントとか面白いコントとか、これが読めるとか、チャレンジ全然してもいいから、それでよろしくお願いします。あとはチャンネルを忘れずに、よろしく。今なんでアメリカンっぽくなった？よろしくお願いします。よろしくお願いします。またね、チャオ。